まず無塩バターをゴムベラで、柔らかく滑らかな状態にしていきます。ここでバターが柔らかすぎると、クッキーの生地がだれてしまうので、適度なポマード状にしてください。続いてそこに粉糖を加えていきます。これは一度ふるったものを加えています。今回はオリゴ糖が入っているものを使っていますが、純糖でもコーンスターチ入りのものでも、さほど変わりません。続いてアーモンドプードルを加えていきます。これはふるわずに加えてしまって大丈夫です。卵よりも先にアーモンドプードルを加えておくと、卵白を加えた後に分離しづらくなるので、私は先にアーモンドプードルを加えます。これは混ぜ合わされば OK です。続いて卵白です。これは一度に加えてしまいます。最初滑って混ざりにくいんですが、少し切るように混ぜていきます。そして最後はきちんとつながりますので、安心して混ぜていってください。最後に粉を加えていくんですが、薄力粉とココアパウダー、振るう前にまずよく混ぜ合わせておきます。それを一度に振るい入れてしまいます。粉を合わせるときは切るように合わせていきます。ここで練ってしまうと、せっかくの軽い食感のサブレが固くなってしまいますので、練らないようにということを意識して混ぜていってください。全体が滑らかになったら生地の完成です。これを絞り袋に入れて絞っていきます。口金をオーブンシート、シルパッドにつけて、左右に振って絞っていくだけです。見た目とても綺麗なんですが、難しい絞りではないので、この口金のお持ちの方はぜひやってみてください。この口金をお持ちでない方は、干し口金を左右に振るように絞ってみてください。はい、焼き上がっても綺麗な模様がしっかり出てます。すぐに鉄板を外してしっかりと熱を冷ましてください。サブレを冷ましている間にパータグラッセを溶かしていきます。今回は電子レンジで溶かしますが、湯煎などで溶かしていただいても大丈夫です。このパータグラッセはテンパリング不要で溶かすだけで使えるデコレーション用のチョコレートになります。このように最後チョコレートを少しつけたりするには、もってこいのチョコレートになります。しっかり冷めたサブレに縦半分つけていきます。このチョコレートのつけ方をお好みで変えていただいてもいいんですが、私はどこを食べてもチョコレートがついているようにしたいので、縦半分につけています。つけた後はシルパッドの上にそっと
置くことがポイントです。ここでずらしてしまうとチョコレートの足が出てしまいますので、そっと置いてください。そして最後にアラザンを飾っていきます。もしチョコレートをつけているときに最初につけたチョコレートが固まりかけていたら、先にアラザンをつけてあげるといいです。今日は大きいアラザンと小さいアラザン2種類使ってますが、キラキラしてとても綺麗なので、この普通サイズ使いおすすめです。これでチョコレートがしっかり固まれば完成です。大丈夫。第2、レーズンバターサンドです。焼き込みのタルトになります。プロの道具をご紹介したいと思います。ここですね、この角を使って